小田治蔵8月15日昭和63年3月1日は、日本の実業家、政治家、ジャーナリスト。元鳥取県会議員。参院のジャーナリストの大御所として、政治、経済、文化、スポーツなど幅広い分野で活動した。前列右から坂口純三、小田治赤沢正道、坂口昇、後列左から西賀愛蔵、 上原純造、二代目、坂口平米鳥取県米子市東町生まれ。父、栄太郎は、明治37年に、隅岩尾日報を創刊した米子地方における、ジャーナリズムの先駆者だった。米子中学を経て、大正9年7月東亜道文書院卒業。大正12年4月大阪毎日新聞社入社、新聞記者となる。 昭和7年12月3院日日新聞社主管として起業、帰郷昭和12年4月鳥取県会議員補欠選挙に、初当選。以来戦後の昭和21年公職追放になるまで、県政に参画。昭和15年12月大政翼3回、鳥取県支部が結成されると書務部長に就任。昭和20年まで、翼3運動に専念。昭和28年ラジオ。 参院社長に就任。右から野坂康久、二代目、坂口平兵衛、青戸沖三郎、高松の宮信人新郎、青戸昇小田治、野坂一郎、伊坂貞吉、野坂幹事昭和48年参院放送相談役。昭和63年3月1日死去。成果は、元池田藩室家家の武家屋敷で2000坪くらいの広さがあった。 織田家は、池田藩に仕えた劣器とした武士の家柄だった。織田は次のように語っている。私のところの総泉寺にある墓が、天正何年かなあ,あ370年から80年、前のものです。岡山の池田家の家来だったのが、鳥取藩と国替えになりそれに従って主力は、鳥取へ、米子部隊は、荒押しを城代画廊にしてやってきている。 近頃は若い人が活躍されているようだが私の知っている限りでは貧乏侍慣れの果てで枯れてしまって何も残っていない。東町ってところは侍だけ住んでいた町だが10軒くらいあったかな。残っているのは維新の頃から栗木という名同校のところのだけではないだろうか。父親が明治37から38年頃ですから、私が7から8歳の頃です。 日露戦争が始まった前の年ぐらいに、住岩尾日報という新聞を始めたんです。坂口さんの仙台や先々台のいろいろなご援助上、受けながら始めたんです。これをやることで、貧乏士族が、いくらか仙台から残っておった、その辺の土地みたいなものをみんな売っ払っちゃって、何もなくなっちゃったんです。旗が先や、 東町の土地を坂口と与蔵さんに買ってもらいました。そんな状態を子供心に見て大きくなったんですけど、三つこの魂100までということで男の兄弟が三人おります。これらがみんな新聞屋みたいなものになってしまった。母親や親戚は、 私の父親が新聞を始めて、井戸米どころか井戸も兵も,もないほどに売ってしまって、貧乏のありったけをやり、新聞はあだだ、新聞屋だけは子供にさせんと言っていたのが、大きくなってみると、みんないつとはなしに、新聞は成り立たないと知りながら、一文にもならん、新聞屋になってしまっていました。ありがとうございます。